私がね、岸田さんに対して本当にこの人は分かってないなと思ったのはここです。ああ気候変動への対応とかね。応用しなさいって言うんですよ、気候変動なんて。損するだけですからね。外交安全保障、これ読んだ時私はもうね、目の前真っ暗になりましたよ。岸田さんね、これまで外交安全保障なんて言ってたんですなんで全部やめてね、とんでもないところにはまってしまうんでしょうか。いきますよ。 近隣外交。基本的にね、ここね、外交安全保障結構まあそこそこ分量があるんですけども、この中でね、普通だったら今ね、日本の外交安保考えた時に、胃の一番で中国ですよ。今中国が日本に対していう脅威になっていると。じゃあその中国に対してどう対処するのか。これが大変重要ですよね。 ところがですねどうでもいい話がずーっと続くんですね中国が出てくるのは終盤なんですねちょっと読みますよ冒頭何て書いてあるか厳しさと複雑さを増す国際情勢の中で日本外交のしたたかさが試される一年ですしたたかさ本当ですかどんなしたたかな外交をしてくれるんでしょうか私自ら先頭に立ち未来への理想の旗をしっかりと掲げつつ現実を直視し新時代リアリズム外交を展開していきます 新時代リアリズム外交どんんなな内容なんでしょうか新時代リリアリズム外交こういう言葉にね惑わされちゃダメですよ新時代リアリズム外交の第一の柱として自由民主主義人種法の支配といった普遍的価値観や原則を重視していきますまあこれはいいでしょうこれらを共有するアメリカのバイデン大統領とは早期に会談し会談してくれなかったじゃん 我が国の外交・安全保障の基軸である日米同盟の抑止力、対処力を一層強化し、地域の平和と繁栄、そしてより広く国際社会に貢献する同盟へと導いていきます。で、オーストラリアの話が出てきます。まあいいんです、それは。そして、キム・ジョンウンと向き合う覚悟だということを述べるわけですね。そして自由で開かれたインド太平洋の話をするのはいいでしょう。そこで、ようやくもう終盤。 ようやく中国の話が出るんですね。中国の話出たと思って読んだら私もぶったまげましたよ。近隣外交のとこね。地域の平和と安定も重要です。中国には主張すべきは主張し責任ある行動を強く求めていきます。同時に諸懸案も含めて対話をしっかりと重ね共通の課題については協力し 本年が日中国交正常化50周年であることも念頭に建設的かつ安定的な関係の構築を目指します中国と安定的な関係の構築を目指してどうするんですか世の中には付き合っていい人と付き合っちゃいけない人がいるんですよ世の中にはねいろんな国があってめちゃくちゃ野蛮な国とかね 人権を蹂躙している独裁国家とかいろいろあるわけですよね。まあその国が日本に害を及ぼ,及ぼさないんだったら、その内政に干渉するまでもないですけども、その中国は台湾を自分たちのものにね、実力で手に入れるって言ってるわけでしょう。そしたら台湾有事イコロ日本有事。で、しかも、ね、尖閣で彼ら何やってんですか日本の領土を こそして今国家情報法とかがあって世界中が中国マジやべえとあの国のものマジで買えないからというふうになってるわけじゃないですかそこへ持ってきて日本がで、ね、世界は今ドン引きして中国さーっとね中国に非常にね好意的だった国もさーっと まさにに反射と言えるるようなな状況になってて、わけですね。そしていや、中国とどれだけ距離を取らなくてはいけないか国際社会が連携してこれから中国の経済発展をね、阻害していかなきゃいけないし中国が本当にね、世界を分断して戦争でも追っ始めないようにもしくは中国の理不尽なね、この監視されるような監視型社会が知らずうちに欧米社会にも広がらないように最大限の注意を払って火の粉をかぶらないようにみんな必死なんですよ。 この中国に対してですね安定的な関係の構築を目指しますでバカじゃねえのかって話ですよいやいやそもそも付き合っていいかどうかだってオリンピックだってみんな外交ボイコットしてるんですよ香港の話ウイグルの話してマジでドン引きしてんですからね。 そんな中で「安定的な関係の構築を目指します」っていやいやだからね中国というのは日本に対してこういう危険性があると日本人を守るためにどうしなきゃいけないかこれを真剣に考えていくんだととにかく中国はバカなことをするんだととにかくね日本に害悪を与えるんじゃねえぞとそうじゃなかったら本当にねとことんやるぞぐらいのね 感じしてくんないとあくまでもね「ね中国友好友好友好」みたいな世界の方々みんなちょっと引いてみたりといや私たちは中国とね対話をし一生懸命ね話して仲良くなりますよ」みたいに言ってるわけですよ。対話、うん、対話ね責任ある行動を強く求めるのはいいんですけども日本がそういうことを言って聞いた試しがあるかって話なんですね。日本がここうう言っても言うことなんんか聞きゃしませんよ でわざわざここで日中国交正常化50周年であることもう念頭にとそれ念頭にする関係ないですからね要するに日本の国益が守られるかどうかですから何十周年ではい和気あいあいとか最初アメリカの話とか、ね、するのは別にいいんですけども中国について語り始めた途端にじゃあさっきの日米同盟云々んは何だったのと。 アメリカがね、本当にね、台湾、えー、有事が起きないように必死になってね、考えてる時、日本は対話をします。安定的な関係の構築って、もうこれアメリカの大統領聞いたら、こいつバカじゃねえのかと思いますよ。もう、半周遅れとか、周回遅れですよ。 何年前を生きてんだって話ですよウイグル問題起きる前の話ですよこれ韓国以下じゃねえかって話ありましたけどもまあここを読んで本物ののバカ者だだと思いいましたたねねやー岸田さん聞く耳持つっって嘘だったのか、ね、これだけね新中国のメンツ並べて組閣しておいてね幹事長も親中派でしょ外務大臣なんてねもうほとんど中国の人でしょ中国の国益を背負ってるような人ですからね。 それでね、中国警戒警戒どうするんだって言われて出てきた答えがこれですか。安定的な関係の構築を目指しますってこれ恥ずかしくてこんなもん世界の人に聞かせられないよ。日本終わったって思われますよ。日本とは付き合えないって言われちゃいますよ。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。